今日はビーフシチューです。パンとビーフシチューと色んなものを食べていきたいと思います。ビーフシチュー久しぶりだな。まずはビーフシチューを食べてみよう。 うまっ。これ10分してパンを食べます。 うん。これはパンが足りないぞ。 うん、うまい。アスパラはね、特製10分で食べるんですよ。この1分、味噌とかマヨネーズが入ってて、すごいうまいですよね。うん、うまい。うん。これは野菜スティックとかにもすごく合うんですよ。お気に入り。 ズボンのチャックがカサくて、カサくて、チャックといえば世界のマグロなんですけども、剥がないんですよ。で、癖を覆うしのスプレーをかけたら、なんとかまあ、動き出したんですけどもね、あれの風に出した不安に、油で染みが出ちゃって、なんかおしっこ漏らしたみたいに見えて、吐けなくなっちゃったんですよ。好きだったんですけどね、あのズボンね、エグちゃってさ。うん。 このサンゴはうまいんでまさ。近所にね、大型スーパーがあるんですけども、トイレ行きたくなるんですよ。で、トイレ入ると、いつもね、在米の腰が埋まってるんですよ。なんで毎日毎日こんなにみんなトイレ入るのかな。まあ、俺も家ですけどね。<笑> ね、駅のホームで自動販売機で切り紙をしてるんですよ。100円で、ガシャンって。当時はトイレットペーパー好きじゃなかったのかな。そこで紙を買わないといけないんで、ある日ね、そのトイレ行ったら、若いお兄さんがその販売機をガシャン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 って 前、バイトでね、映画館の清掃っていうのがありまして、まあちょっと応募してみたんですよ。
そしたら仕事は朝も5時からその時間程度で全部仕上げるんですよね。シアターですのでいろんな部屋上がいっぱいあって大変なんですよね。どうしようかなって思ったんですよ。夏休みとか午前よりは増援時間が早くなるんで朝4時から夜の時なんですけどね、早く起きるのはまあ増援としてでもやっぱり朝4時からっていうのはちょっと続かないかなと思ってもうお断りしたんですけども早いよね。映画といえばね、僕の学生時代の頃は深夜映画っていうのがあったんですけど、今は12時とか、2時とか、まあ、オールナイトで映画やってるんですよね。そこでね、大学を行ってる時に、映画見てたんですよ。そしたらね、隣に座ってたおじさんが俺の股間を触りに来るんですよ。何だこれって思ってびっくりしてね、でそのおっさん何しようかと思ったら「兄ちゃんどうや?」って言うんですよ。これ絶対ホームだと思って、逃げましたよ、ほんと、全力で。あれは、記憶に鮮明に残ってますね。不思議ないな。クリームシチューもね、美味しいんですけど、私からビーフシチューばっかり食べてるんで、やっぱこれ馴染んじゃったかな。今日はね、久々に牛肉を入れます。いつもは豚肉ばかり食べてるんだけど、多分シチューはね、牛肉ですよね。近所にうまい洋食屋さんがあって、そこのビーフシチューね、肉がゴロゴロ入って柔らかくてすんごいうまいんですよ。
あれをまだ食べてないな。じゃがいもがまた美味しい。うん。11月の末から7月のスーパーはもうクリスマスソングを流してるんですよ。昔は子供が浮き受けでウキウキしたもんでしたけど、クリスマスを終わると今度は正月の音楽が流れ始めて、まあ、昔はそういうふうにワクワクしたもんですよね。ああ、まだ。まだまだ。パンも食べちゃって。ご飯にかけてもうまいんだよね。さあ、今日も美味しくいただきました。また、いろいろ食べていきたいと思います。美味しいものを食べて頑張りましょう。それでは、ごちそうさまでした。